皆さんこんにちは。何回お披露目会して物語を遅延させるんだと憤るメイドのリコです。転生貴族の異世界冒険録、次長を知らない神々の使徒6話。前回はボロボロのお屋敷をもらったけど、魔法で一瞬で綺麗にして屋敷を手にしたら、お披露目会をするのがしきたりなので現代知識を活かしてお披露目会をしました。これが何かしら物語につながるんですよね。1話も使っているんだし、何かしら発展するんでしょうね。ざまあされた貴族がモンスターに変身して復讐しに来るとか、楽しみだなぁ。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、転生貴族6話のあらすじはこちらです。宰相に言われ、魔物の素材を置きに来た主人公。この部屋じゃ置けないですよ。ということで中庭に出してもらうと、A ランク魔物がたくさん。でも実は A ランクどころか S ランクも持ってるよ。君は勇者か？神の使徒か？と問われると、一瞬焦るも、ただの辺境伯の息子だと言い繕う。査定には時間がかかるらしいから、また後で来ようと退散しようとするも、せっかくだからと騎士団の訓練に付き合わされることとなる。騎士団たちに囲まれて襲われているぞ。時は遡り、副団長によって過去の功績を紹介されるも、本当にそんなにすごい人物なのか疑問に思われてしまう。ではまず模擬戦をやってみよう。瞬殺である。ならば私もとなり、じゃあ全員でかかろうとなった。別にやる必要もなかった。時間シャッフルを経て現在へ戻る。そこへ美人で巨乳なエルフのお姉さんが登場し、主人公をかばう。そう、この人物こそが騎士団長なのだ。さあいよいよ騎士団長との決闘開始。多少粘るもあっさり負けてしまう。美女戦闘狂誉れある騎士団長、敗北。そうだね、もちろん結婚だ。早速国王陛下へご報告申し上げに行くぞ。という感じです。うん、前回の話全く必要なかったね。これが5話でも全く問題ないです。あ、6話から見た人、前回の話飛ばしても大丈夫ですよ。ちょっと細かいところから。あんな短い時間だったのにわざわざ時間シャッフルする必要ありました？それだったら冒頭で集団で襲われるシーンを入れてから、魔物を渡しに行くところまで時を遡ればいいじゃない。実はやりすぎステータスなのです。というテンプレをやらないといけないからできなかったんでしょうけれど、だったらシャッフルもする必要なかったよね。どうしてもこの演出をやりたかった意味がわかりません。話の流れがよくわからないんですが、どうして宰相が魔物を持ってくるように言ったんでしょうか。それは、依頼？冒険者ギルドに依頼する内容を直接主人公に依頼しているってこと？優秀な人材は国から直接依頼が飛ぶんですね。もう冒険者する必要はないね。ないね。こんな一度に大量に魔物を置いてきたけど、処理は間に合うのかしら？腐らない？宰相さんどれだけ魔物を頼んだんでしょうね。ちょっと疑問に思ったのですが、いろんな作品で魔物の素材を加工することってありますよね。でも強い魔物ってそれだけ硬いわけじゃないですか。どうやって加工しているんでしょうね。もしかして職人たちが使う仕事道具が一番強いんじゃないって思います。どうやって職人たちはあんな優秀な武器防具を製作しているのか気になりますね。今回は比較的結構良かったと思います。自分が転生者だと告白する展開は好きですよ。ですが、前世の記憶を持っているというのはずるい言い方ですね。精神的に全く成長している姿は見せないけど、こういう姑息さや悪知恵は成長しているんですね。あ、あと、誰かに口外したらこの国を去るとか言う。王女や公爵令嬢、騎士団長にまで惚れられ婚約までしていて、こちら側の味方をしてくれているおそらく人類最強人物が。そんな脅迫めいたこと言ったらどんな内容でも受け入れざるを得ないじゃん。そういう自然に出てくる卑怯臭さも成長しているのはポイントが高いですね。記憶は確かに持っているけれど、魂自体が地球人じゃないですか。確かに正直に話してはいる。だけど性格かと言われるとそうじゃないし、全てを話しているわけでもないし。
本来のタルムとサラから生まれた正真正銘のカイン君はもうこの世には存在しないんだよ。お父様の息子です。とは言っているけど、本当に？あなたが記憶を取り戻す以前のカイン君はどこに行ったの？記憶があるだけだったら性格や癖、行動は変わらないはずじゃん。ここは何だろう？ってあちこち物珍しそうに物色するようなことはないですからね。むしろわけのわからない記憶が入り込んできてパニックになって、精神崩壊してしまったところで人格を乗っ取ったわけですか。なるほど。やっぱり辺境博の息子じゃないじゃん。お父様の息子です。生まれた瞬間から記憶があるっていう方がまだ息子感はありますよ。それか本当にただ記憶だけを持っているだけとかさ、最初の設定を忘れているのかな。なんか告白すること自体はいいんだけど、余計な言葉だったり嘘が混じっていて、性格の悪さが目立つ感じでした。お父様はずっとこの子は本当に自分の子なのだろうかと疑問に思い続けることでしょう。というかお父様なんで国王と一緒にいたの？どういう理由であの部屋に同席していたんですか？ものすごく場にそぐわない感がしてなりませんでしたけど。結婚だとか前世の記憶持ちだとかを披露されて驚く要因としていたとしか思えないんですよね。ちゃんとした理由があってあの場にいたのなら、その理由をぜひ知りたいですね。主人公が転生者、正確には前世の記憶持ちだと告白するに至った理由が低級魔法書を読んだからです。低級魔法書と思ったんですが、映像をよく見ると低級魔法書と書いてあるんですよ。しかも日本語。これは以前この国を建国した転生者が書いた書物なんですね。いつか来るかもしれない日本人のためにわざわざ残したのかな。なんで日本語で残したのかは不明です。発音だけだと、なんでそんなので喜んでるの？って思っちゃいました。そもそもとして、好きに魔法を作れるんだからこんな魔法書を見る必要なんてないよね。自分は発想力が皆無なので、他人が作った魔法を見て真似ることしかできません。と自ら頭の悪さを喧伝しているようなものだと思うんですけれど、創造魔法をもっと有効活用してほらほらほら。そんなこんなで、主人公は神の使徒だということも判明してしまいました。これは国王でさえ頭を垂れ、全人類が崇め奉る存在みたいです。ほうほう、それってつまりこの世界は一つしか宗教がないってことですか？そんなことある？それとも一つの宗教しか存在しないようにしたのかな？教会の力が絶大すぎますね。そんな状況でまともに国王だけで政治ができるんでしょうか？国のトップが国王しか登場していないけど、教皇みたいな教会のトップとか出てこなくて大丈夫？まあどうせ、主人公様は素晴らしい人物なんだよ、褒めたたえられる存在なんだよ、っていう承認欲求を満たさせるためだけに言ったセリフであって、背景にある国の仕組みだとか教会の力だとかは全く考えてないんでしょうけれど、考えていたらすでに教会関係者が出てきているでしょうから、展開ありきでしかないのよ。もうちょっと世界観を考えて欲しかったですね。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。